結構余計落とすと当たる。あれね、移動回避だけ生きれるんだけど、うん、食う上自体は、うん、その先で多分死ぬ。そうなんだね。このカード今どうなんだろうね。さすがにきつくなってそう、前よりは、ね、崖で殺すしかなかったから、悩んでますよ、まだ。ああ、そっかそっか、ね、そんな話を。本当にグラトニーが輝いて見えてしまう。X からのグラトニーキッズなんで、僕。グラニキ。え？ロゼッタ&チコ。ずるい。手洗い失礼します。どうぞ。バカーン。場所わかる。はい。え？可愛いよな。え？可愛くはないと思いますよ。いや、かわいいよ。それは病気ですね。うそ、すげえかわいいじゃん。やめろ。ないんだよね。あ、無理、いや、確定ですね。無理だと思う。どうにもならんね、今は、うん、いや、逆に俺めっちゃ頑張って、今、まあ、あわよくば、平子を使わずにね、そう倒せるみたいな。生きるし、生きるのかな。あ、マジ？え、マジ？バイクの壁。重いね。どうしたの？なんか出なかった。死ぬ？いや、本当は落とさない方がいい。あ、ちょちょ、コンボして。いや、もうなんかよく、あのこいつの、あのあれが分かんない、完成がまだ。もう飛ばない、だいぶやってない。無理なんだが、時間かけてもらっても構わないのか。いや、もうこれは無理なんだが。見えないんだけど。今の崖足110で噛みついたら行く？いや、死なないですよ。
勇気の勇気の勇気あるあなたって あるあるね予告表がねいやすぎるいや無理積んだあいつやべえことしてきやがった今なんであんた向いてんだよオフね早くやりたいですね俺がカメラ、俺だけがカメラを持って勝手に行ってるみたいなのもう2年前2年は言い過ぎ最後ないエボジャパンねねさんと行ったやつはなおってメブラかなあじゃあ2年前じゃないですか1年10ヶ月前ぐらいそうだね、うん、多分11月とか10月とかで登録が間に合わなくて見学者で行ってそうはい、行かせていただいてであれですよね、冷房壊れてた時ですよね冷房が壊れちゃってた時じゃないですかそうです、そうですであの、ヒカルくんが寝坊した時ですあぁ あったねでも、カミネさんも寝坊したことあったよねやめてください、まあ、みんなね、それは人ですからありますレインさんから電話かかってきて、マジ焦りましたもんねレインさんが電話したんだそう、当時マネージャーだったんでそうああ、そっか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 で、俺が優しくね、いろいろねそう怒るのレインさんそういう時、まあ本当にいや、レインさんに怒られたことないです俺そういうの怒んないんですよねマジで何も何も怒んないちょっと言い過ぎだけどまあ注意する程度まあそうですね、注意はされましたね、うん、でも体調不良にしてこっかっっ確かそうだった気がするんだよな甘やかしだがでもなんか毎回する子じゃないじゃないですか、まあ、カメラそう毎回そういうことあります、ね、まあ毎回間違えた大会前に寝ないでエーペックスはしますけど今はもうそのままですちゃんと今寝てそれ以降、はい、あの寝るのが怖くなっちゃってそう大会前に寝れなくなっちゃったそれのせいでもマジそれのせいで俺やっぱ1回のそれで変わっちゃったマジかよ JM とか俺寝ないで行ってるからね怒ってねえんだけどな俺じゃあ怒ってるとかじゃなくてあ自分いやそう怒ってるとかじゃなくてなんかやっぱあるじゃんそうなっちゃったらどうしようみたいなそう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 次もなったらやばいじゃんやっぱでも自分が一番楽しみにしてるから俺も大会で唯一寝坊したこと一回だけあるわいつなんか公式大会のなんかザクレイ君とチーム組んだ時になんかあった気がするそう寝坊してでも参加あんまりなかったでごめんエントリーしといてみたいなそうこのキャラこのカード結構むずいジョーカーいやむずいと思うよめっちゃこれねプリンいくどうやって殺すかだななんか食う前にこっちがガーキャン食う前したところにちゃんと反撃でウエスマとかされるとはいはいはい超面倒いフレンクなるあずれると思ったいたいんだろわけわからん。え？え？うわ最逆。上辺当たると思った？いや、壁に弾かれた。弾かれた。たまにあるやつやね。あんまないけど、ああいう系は。始まりを見せたのオフに行ったリアルの
はい、これは俺が、はい、あの水を入れます、死ぬのみたいなテンションでファン出してしまった、そうそう、ファンを出してしまったっていう話をしたんですけど、パセさん、そういうの平気ですか？そういうのっていうと、初めて来られた方が、はいはい、あ、パセさん、いつも見てますみたいな感じで結構グイグイ行っちゃったんです、僕って、あー、はいはいはい、あー、でもなんか気さくそうな人だったら、はい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 、いや絶対いつもは見てないだろうなって思うので、いつもはあるさでしょ、その再認識は何だろう、最後俺に向けてきたそれは、いつもは嘘でしょっていうツッコミを、たまにバズってる動画とか、はいはいはい、その受けのいいツイッターの動画とかは見てくれてるんだろうなと思うんですけど、はいはい、いつも見てないですよねみたいなあれ入れます、それ優しいな、ドラマで、うん、じゃあ、あの動画見ますかぐらいの方がいい、そうですね、絶対あれですね、ケンの動画しか見てないですよねみたいなっていうのありますけど、結構そうですね、カメラは割と対応できそうだもんな、何待って、でもなんか壁に来ちゃうよな、あのその入り方、そう、ファンですって言われると、あ、これめっめっちゃグラトニー、いやこれめっちゃグラトニーが狙ってたの、でこっから空母確定する時があって、めっちゃグラトニーが狙っててへえと思ってっていう話を聞いた、俺は見てない、勝って勝ってるのコロナになる前に一番いろんな人が来てた、そのオフってどこだ、タクオフは、タクオフ見えたの、いや多分普通にあれじゃない、なんかその どういう状況による、なんか上位勢が集まってるのはなんかみんなが身内感でやってるのは多分その通たらたくとか、ああ、そうなんですよ、ただ結構そっちで新しい人が来るんですか、いや来ない、あそこは上位勢の完全に身内しかやってないから本来募集してないぐらいの感じですね、うん、なんかスマブラ SP になって人増えてから多分タクオフを雑に募集するとなんか本当わけわかんない人が家に来まくっちゃったり、ファンが多分押し寄せちゃうパターンとか、そうなりますよね、で多分なんかあんまりそのオープンな募集とかなくなりますよね、まあ、ただ本当にあの大会とかそういう場所でしたの方がいいってことですね、そうです、なんかもうし多分新規が集まる場所はもう普通になんかそのシノスマみたいなやつが多分ベスト、うん、そうでそこで仲良くなってなんか仲良く場所が集まるようなタコフィッみたいな、はいはい、それが多分一番あのいいと思います、そうすごいこんなことは絶対にしないですよ、うん、そんなことはしないんですけど、じゃあ例えば僕が上位勢と集まってるところに撮影とかなしで、え、行ってもいいみたいな感じだで言ってきたら絶対しないですけど、どういう反応になるんですか、え、多分いや微妙な雰囲気になるかもしれないまあでも多分その場は普通にやって、はい、後で噂になると思う、うん、この前やだこの前なんかいたよねって何しに来たんだよ、そんなひどくないですけど、うん、俺なんでいたんだろうねなるかもしれないですねやることないそう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 こういう場所やったら、はい、逆に撮影とか、そうそう、逆に撮影とかだったら、ああなるほどねみたいな、そうそうそう、なんかついにあ本気でスマブラ取り組むようになったのかなみたいな噂話になると、なんか最近本気でやってるらしいよっていう、うん、でもあとはその本気の度合いですよね、ただ一回やりに来ただけとかよりもだったらちゃんとずっとやってるんだったら、例えば上村予選突破するためにとか、うん、あ、だからちょっと行くから教えてよ、あ、待って待って待って、なんかあのモチベーションの違いかも、それ前の話しちゃってましたね、はい、そのキャラクターのケンジの方とか、うん、モチベーションの違いって俺はそう思う、じゃあ初心者の方が例えばじゃあレート1700ぐらいまで行きましたと、うん、でもタコフしたことないっていう意味の初心者の方が、うん、タコフ行ってみたいなってなったらまずどこから行ったの、篠島とかです、なるほど、篠島がっつりタコフとかは多分、ね、みんななんかレートそのスマメイトとかレート2000以上の人ばっかぐらいしかいないんで、うん、逆に本当に多分1700ぐらいで来ちゃうと1回も勝てないで終わっちゃいます下手したら、その日
そう、結構そうなると辛くなって次オフ行けなくなっちゃうから、じゃなくていろんなレベルタイムで大きいオフで行って、じゃあ勝ったり負けたりできる環境の方が絶対いい。ああ、なるほど。2、3回目ぐらいの僕オフで、はい、ニエトの宅行ったら、はい、レインさんとチョコさんに1回も勝てずに雨の中泣きながら帰りました、ね、3時間ぐらい結構本当に冗談抜きで1回もまず勝てなかったし、はい、割と半泣きで、しかもまあ一緒に帰るの中の人もいなかったから本当に失礼します。自宅にされるような俺パセさんと仲良くなったのってさ、焼肉のタイミングぐらい。そうっす、なんか可愛がってもらった時期がありましたけど、その時は多分あの本当ただのなんか変な弱い高校生来たなぐらいで多分ボコボコにされて、でも俺パセさん好きだってよあの時からいや焼肉た時ぐらいから好きだったよパセさんのこと。あ、ほんとあんま焼肉覚えてないですけどな、そうっすね。ちょっと待って、これ、俺一つだけ言っていい？俺、奢ってあげた。いや、そうです、いや、それ覚えてます、それ覚えてます。ただ、その絡みがあんまり、結構その、なんかね、ディープな回だったような印象です。犬千代さんとか、魔王さんとか、その、そうそうそう。古豪が多い回だったんで、あんまり発言機会がなくて、奢ってもらったなっていうのだけが覚えて。でも俺あの時ぐらいからパセさんは結構好きだった。だからあとあれだよね、あの時に誕生日が発覚したんよな。そうですね、誕生日が発覚。レインさんすぐ有望なというか自分が見つけた。違う違う、あのマジで誕生日一緒なんですよ。あ、そうなんだね。虎年のホワイトデーマイなんですよ。へぇ、12歳差っていうのか。そうなんですよ、ちょうど。なるほどね。それをその時発覚したっていう。だから俺にとってはめちゃめちゃ濃いエピソード。でもパセさんだけはあんま覚えてない。悲しい。やっぱそれはさっきみたいに他人って話になっちゃうもんね。あれ前作、うん、そうですね。前作は結構そうやってオフいろんな人とやるような環境がめちゃみんなやってたから。そうか、うん、でもその当時からなんかいろいろ話あったけどね。そう、パセさんもニエトの確定いや、だから多分他でオフいろいろしてたんじゃないかな、わかんないけど。そうですね、僕は結構いろんなとこ行って、そうですね、ニエトの宅はそれ以来、また強くなってから来ようかなって感じで、1、2年後ぐらいに行きました。2年もかかった？いや、もう1年半年行くかもしれない、そんなまあ。でも結構多いかも、そういう話は。まあ、この動画の趣旨としては、うん、初めて行く人とか行ったことない人、まあ、オフもないからさ今さ、うん、もしそういう環境が戻ってくるのであれば、うん、行ってほしいなっていうので、まあ、最初とりあえずなんかインパクトとか島様とか、 なんかそういったところ、はい、絶対行った方が俺はいいと思います。で、仲いい友達を見つけてそこで多幸法を始めていく。そうそうそう、その別に今あるところに入るんじゃなくて自分たちでやればいいってことですよね。そう、もうそうだし、でも例えばそこで仲良くなったら、その仲良くなった場所には行けるじゃないですか。そうです。そういったところでやっていった方が、なんか結構知らない人にみんな声かけるのやっぱ敷居高いから。そうですね。だってね、俺だってパセルマンさんにもやっぱ最初立場的に俺の方が上だったかもしれないけど、はい、そんなに気安く声かけられないんですよ。あ、そういうもんですか。だってね、パセさんが初めてオフ来た人に声かけられるかってそんな簡単じゃないよね。そうですね、まあ本当愛想笑い。そう、愛想笑いが主になるとは思います。多め出ちゃうっていうね。なんかあの、その悪い意味とかじゃなくて、はいはい、いきなりコミュニケーションって難しいんだよ。なんかタコだと逆に声かけられないで、なんかその人も声自分から声かけないと、あの人どうやって触ればいいんだろうみたいな感じにはなっちゃう。うん、いや、コミュニケーション能力めちゃめちゃ高いから俺行きますとかだったらいいけど、NY さんはでもそれで後悔したって言ってましたもんね。そう、あ、ごめんってジャンプないんだから。読み合いの結果積んだって感じですね。あ、超こっち入れた。
ぱり初めてもし行くのであれば店員さんみたいな人がいいな、そうやってやってくれる甘えかもしれないですけど、気は楽かなっていう。面倒見てくれる人はいはいはい、そうですでもなんか仲良くなるかとか気に入るかっていうのもあるんで、そのなんか話合いなんか楽しくできそうだなと思う人とかやっぱり いるんで、そう。レインさんめっちゃ怖かったの最初。レインさんだけ全然喋んなかったっすよ。そういうこと、いやいや、そんなことはやはり分かりますけど、レインさん そもそもレインさんのイルオフに行ったことがなくて、その時、はいはいはい、で、大会しか、まあ、会うことはなかったんですよ、はい、で当時まあレインさんの方が全然強くて、もう俺なんかもうペーペーやったんで、で、なんかちょっと結果出すようになってから喋りかけてくれたんですよね、確かレインさんが、だって分かんないじゃん。まあそうだね、そうだけどそうマジで怖かったっす、うん、いや大会の時は特にね、なおさらみんな照りついてるから、そう僕視点、亀目さんはやめてください、その逆、それでした、僕も亀目さんも怖えなと顔怖えもんな、シンプルに亀目ってシンプルに悪口じゃん。いや悪口じゃなくて、いかつい顔してるよ、なんかこんな優しそうな亀目さんを捕まえてあの結構あれじゃないですか、ツイッターとか強くなかったですか、亀目さん、まあ、そうやっぱ若いからね、当時ね悪かったからね、立ち回り強かったですか、立ち回りちょっともう歯向かえない感じです、まあ、歯向かう気もなかったし、そういう機会もなかったですけど、なんか強い印象がありましたね、ツイッターから俺 X の時にパセリマンと同じ予選にいたっていう話マジで覚えてないんだよあのそう、亀井さんにはめられて初めて行った大会は、初めてのオフで俺がはめたらしいんだよ、何かに。え、それ行った方がいいよ、マジで。何したの、結局、だからあれ、シークのあの 990% いけるバグで、なんかバグによ、しかも影縫い、影縫いでもてあそばれて最低、しかもそれ、見てひどいえもしかしたら大輝さんか、でも多分亀井さんかな。いや俺シークなんか使わないし、じゃあそれ大輝くんだよ、多分大輝で俺影縫いしたことないもん、できないもん、それは風評被害絶対大輝な気がする。それがトラウマでいかなくなりました、オフスマブレックスはもうそれが最初で最後すごい、パセさんっていろんなトラウマを乗り越えてきてるそりゃ強いわ。いやまたパサ持ってるからね。いや持ってないです、持ってるね、持ってるよこれは。でもあれだ、多分今逆にパスタのことそう思ってるプレイヤーいっぱいいると思うあのパセリマンさんあ、でもなんかオフとかで会うと意外と喋んないっすねってなんかその配信とかのイメージでなんかそのあ、まあ、みんなそうですよね。だってさ、パソコンの前に喋りかけるのとさ、人に話しかけるの違くないしかもオフの時とありますよね、スマブラする時のあれと、まあ、そうだね、配信で黙って配信で黙ってたらやばいっすね。やばいっすね。俺逆に俺それやってみようかな、今度。何も喋んない配信みたいな。前さ、原宿のコンビニでさ、スマブラハウス見てますって言われて声かけられたことへぇー。あ、どうもありがとうございます。写真ですかって言われたら、あ、全然大丈夫ですよって言ったら、あ、リアルって静かなんですね。その二言で、コンビニで、どうも始めましたないじゃん、しかも俺一人がっつりチームごとで原宿まで行かなきゃいけない、別にプライベートでもない、なんなら仕事の始まる前に寄ってたぐらいあれで、え、それめっちゃおもろいなそんなことやばいだろ、やっぱその、あの、この感じの小池じゃないですか、うん、で、普段も基本この感じですけど、うん、なんつうの、そう、でかい声出すとかは別にないから、それ強い、うん、あー、燃料がないやん。いや、あっちはもういつもの小池だと思って、あ、小池さん、小池さんみたいな、いや、すごいありがたいんですけど、いや、なんかあれ、周りにあと人がいるかどうかですよね、自分の。まあ、それは大きい。そう、そう、いや、なんかその例えばそれで声かけられたらさ、なんか例えばじゃあ俺がトレーニングだら、小池さん、え、始まってる、これスマブラハウスみたいな話で触れるから、うん、そう、多分そういう人が、ね、多分みんなのイメージ通りになるかもしれないけど、そうですね、そう、だって俺、駅とかで声かけるとめっちゃびっくりするもん、おってなる、
や、そう、俺もそれツイッターに書いちゃったもん、あの、うん、言ってくれたって、だってパセさんとか今すごいんじゃない、声かけられたことある街で。いや、一回だけしかないです。一回だけあって、全然盛り上がらなかったっす。いや、なんか、その、最近マッサージ行ってて、その、はい、その、なんかスマブラの話、なんかたまたまそのゲームの話になって、はいはい、で、なんかスマブラやってみたいに言ったから、で、なんか、なんか、その、有名な人見てますみたいに言ってて、うん、誰ですかって聞いたんですよ。じゃあ、ザクレイ君ですね、みたいな話になって、はいはいはい、やっぱザクレイ君はみんな知ってんだな、みたいな。そうね。そう、でもザクザクで止まったのがおもろかったっていう。そんな感じですよね、うん、まあね。そう、でも、ちょっとプレイされてる方は。うわ、うわ、今頭出て、あ、え、ニフレ？出てた？わかんない。どっちだろう。一応崖下には届くのよ、補強って。シフトしたら届きそう。はい。出たそれ。わわわわわ。今シフトはしてたけど。今びっくりした。ああ、30% だっけ。もったいない。あ、マジ、あ、セフィロスだとスマッシュ間に合わないのか、さすがに。上妻がそもそもさ、判定があんまないからさ、横に、うん、セフィロス、半角安いんですよね。まあ安いね、確かに。ガーキャンはそんな高いのね。密着さえしてしまえばって感じ。無敵復活してんのかな。ねねさんは街で声かけられたことはない。あ、でもなんか一回ありますね。あ、本当に。うん、すごいね。でもそれスマブラハウス出始めぐらいの時で、そう、なんか家の近くで最後のついたやつの4秒とか近くでチャリ乗ってて信号待ちしてる時にトントンってすいませんって言われて、終わったとはちょっと嬉しいかな。いくらでも本当嬉しい。俺結構自分の買ってる時の動画を見てモチベ上げることあるんですよ。はいはいはい。で、その自分の買ってる試合を見てる最中に飯食ってて声かけられました。しかもなんかそう思われちゃうね、周りが。外からあんま見えないはずのラーメン屋に入ってきて、カメさんですよねって4人ぐらいで入ってきて、そこ席5個ぐらい、5個は言い過ぎか、6個ぐらいしかないんですよね、その店が席。結構ちっちゃめの店なんですよ。その時はちょっとさすがにそう、びっくりしましたね。しかも何も食べずに帰ってきましたね。声だけかけて。そう、店員もなんだこいつみたいな感じだったんで、その常連だったその前なんか地元 あのラーメン屋の店員に覚えられて、毎回あの煮卵をあのサービスしてもらいました。そういうのはあるよね。なんか最初にその自分が見てるその動画のなんかあの出演者っぽいんですよねみたいなことをその人が言ってて、店員がその後からずっと煮卵がプレゼントされることになる。おっ、自分の動画配信は、あ、まあ、たまに、いや、ここおもろかったなっていうところはたまに、あんまりでも配信はやっぱり、まあ、そうですね、
大会とかは勉強のために見返したりとかありますけど、なんかさ、大会のさ、負け動画見るの結構心きつくない？きつい。かなり精神使う。2週間から1ヶ月ぐらいかかんないと見れないし、ね、そう、俺もそんな感じだ。あー、でもやっぱそうなんだね、みんな。あれ結構きついなと思って、俺 見るんだけどさ、負けた試合は。なんか、次当たるって分かったら見るかも、俺あと。海外とかで、こいつとまた当たるってなった時に負け試合は見ることはある。あえて飛び出す。結果すぎるんだよ。飛ばしてくるでしょ。え、何？なんか連鎖ならメスマするかなと思ったんで。いや、狙ってたんだよね。でも、カメさん、僕確認してるんだよ、ちゃんと。前までの連鎖ならしてなかったんだよね。あ、あそこは打ってた気がする、シークなら。無理。いや、無理。確認した？確認した、確認した。つかみしたくなって。見えたから。人間じゃねえだろ。ちなみに今のは雰囲気だね。やっぱ話ってさ、大事だけど、なんか当たるときと当たらないときの雰囲気を見読むのも大事よね。つまり人によってできるできないあると思う、うん、俺は無理だからさ。まあ、キャラにもよりますよね。まあ、キャラにもよるかもね。フォックス使い始めてから結構合法化しちゃいました、自分の中で。なんか昔とか全然そういうキャラじゃないってやっぱり。確かにディリー全然やらないのもやるんですよ ね。プレイヤーとかキャラによりますよね。クラウドでもあんまやってこなかったイメージなの。そう、話は結構大嫌い人多いですよね、関東のオフ勢って。なんかそういうの印象あります。関西の人とか割とどっちかっていうと一発を出す。確かにね。懐かしの二度目不審。阿瀬さんの、はい、この人には負けたくねえっていうライバルみたいな人っています？いや、今はあんまり。昔はいたんだ。昔は結構黒さんが割とあったかも。なんか優勝、なんか結構優勝してから、はい、なんか黒さんが優勝してからめちゃくちゃなんか俺の方が強えだろってなんかフリーめっちゃ負けな、フリーっていうか大会でも全然負けなかったんですけど、黒さんに優勝してめちゃくちゃなんかイラついたとか悔しかったんですけどめちゃくちゃストレートですね。そうまあいろんな理由はありますもんね。そうですね、年齢が近いとか。そうですね。俺、ね、うん、負けたくない相手、うん、こっちでっていう。まあ、今は多分えっちゃんかな。あー、チームメイトなのね。キャラっていう。まあさすがになチームメイトだからなのもあんのかな。え、じゃあ当時ニエトノもそうだった？そんなことなかった。えっちゃんなんかその X の時からあるから、そういうの。あ、なんかあれさ、ね、年齢的にも近いし、年齢近くて、うん、当時優勝した時期も多分同じぐらいで。確かになんかちょっと重なるね。そう、なんか結構あったし、今も割とあるかな。まあもうだいぶ、うん、あの長くちょっと撮らせていただいてまして、まあ、皆さんのちょっとご都合もあると思うんで、ちょっとこれが最後の、はい、フリーになってしまいますが、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この組み合わせ初めてだね。これは Wii U ですね。多分 DD 出すと思うんだよね、今のとこ。ディジーコング使うんだったらクーエヌだよな、今作は。DA クーエヌあたりだな。うん、ク
2N が得意だよね、多分 DA は科学的に覚えられると思うんだけど。まあそうだね。シーク軽い。おお、いやー、カメさん、オンラインだからですか。今のは違う、意識をしてるから。カメさん、今のはオンラインだったら食らってました。今のはオンラインだったら食らってるから。確かに意識してるのもある。今のはいい素晴らしい回避でした。今の見た瞬間はちょっと行きよかったわ。でも実際ほぼ食らうんだよね。あとも、激突するのマジでもう一曲持っていくような気分だよな。これぐらいまで行ったら DA でどうにか激突ダメですかね。DA で、いやでも DA 激突を出すよ、シーク。倒せないね、スマムラ。いやマジで何も繋がなくなる問題。あ、一定ってやつは何も。そう、さっき言ってたのがあれです、コンボにならないで激出できないっていうやつですね。そう、あれ本来結構な確定体長い。フリップジャンプするの良くないよね。怖いよねあれ。欲しいな。皆さんどうもありがとうございます。なんかいろんな話聞けて楽しかった。僕は楽しかったです。だいぶやりましたね。だいぶやりました、ね、だいぶやったね。2時間半ぐらいいってるかもしれないんで、動画3本分ぐらいにもしかしたらなってるかもしれないんですけども、もうオフラインが復活してくれたらいいですね。タコオフとかできる環境になってくれたらいいかなと思います。パセさん今日いかがでしたか。面白かったです。いやいや、あれ今 YouTube 向けのコメントがある。そうですよね。いや面白かったです。楽しかったです。タイミングもないんでみんなでオフでもできたらなと思って。また来てください。よかった。ぜひ、あんまり呼ばれないコンプレックスだったんでスマブラハウス。ちょっとレギュラーにちょっとちゃんとマイク誘ってるよ ね、 いやちょっと小池さんが言ってないキャンセルになるから。いや小池さんが誘ってるもう一人の相方が言ってた。まあそうかそうか。確かに。いろんな、いろんな子もいいわ。ごめんなさい。またぜひお願いします。お願いします。亀山さんいかがでしたか。楽しかったです。そう言わされてる感出ちゃうんで、もうやめときます、この質問。また来てください。はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、今後もこういったフリーだけするっていうのをちょっとお届けすると思うんですが、よかったらコメントと高評価よろしくお願いします。そして概要欄の方にはですね、皆さんの Twitter と YouTube
YouTube、そして Twitch など、配信サイト載せてありますので、ぜひそちらからチャンネル登録、フォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。